さあバーリに着きました。今日バーリの空港から飛び立つためにバーリの街にやってきました。なんか印象としては若者多いですね。若者が多くて、あと駅が綺麗駅のカフェがこれですからねシャンデリアつけすぎでしょこれ駅のカフェですよ。まだね工事もしてたり、結構新しいですね駅が。もう駅の真横にフリックスバスも止まるし、まあ、交通の便がいいですね。バーリの空港に LCC の、発着するようになったということで、かなり南イタリア、西側行くのにもかなりアクセスのポイントになる街になるかなと思います。今後もまた使うかもな。なんか綺麗だし、なんか平和な感じで治安も良さそうだし、駅の向こう側が 海なんで、ちょっとまだ時間があるので行きたいと思います。いや、バーリの街はなんか平和だな。そしてすごい綺麗、どこも綺麗ですね。トイレも綺麗だし、なんだろう、若者ばっか、学生ばっかだな。今までのイタリアとはまたちょっと違う、一味違う雰囲気ですね。まあ、治安はめちゃくちゃ良さそうだし、街は綺麗だし、経由地として通り過ぎるだけですけど、なかなか住みやすそうな街ですね。なんかイタリアの他の街と違って、なんともまあナポリとか特にそうですけど、独自の雰囲気、地元のやっぱりよそ者が入り込めない雰囲気っていうのが、独特な雰囲気がどこもあったりしますけどね。スラムみたいなカオスな雰囲気だったり、バーリにはそれがないですね。イタリアといってもね、本当街によって全然個性が違いますね。あのマックもそうですけど、店内で買い物、ま、店内に入る時点で必ずグリーンパスを確認されますね。ま、どこの街でももうイタリアは共通、イタリア旅行にはもう現時点ではグリーンパス必須ですね。
ざっくり街を歩きましたけど、あの港町、同じ港町でもナポリとは全く違う。めちゃくちゃ綺麗で、まあ、かなり地方都市なんで田舎なのかなと思ったら、かなり洗練されてますね、雰囲気が。あのおしゃれな人も多いですし、おじいちゃん含め、まあ、それはイタリアどこもそうですけど、バーリはなんか洗練されてるな、なんか品があるというか、まあ、ここは新市街だと思うんですけど、まあ、旧市街もちょっと歩きましたけどね、まあ、非常に雰囲気があるし、まあ、それでいて治安の悪さを全く感じない。港町ってちょっとね、治安が悪いところも、まあマルセイユとかねちょっとあったりしますけど、バーリはめちゃくちゃ安全そうな雰囲気ここは本当に暮らすハードルが結構低いんじゃないかな。ちょっと裕福そうな人たちが多いというかね、まあ、その分不動産とかは家賃とか高いのかもしれないですけどね。ただ学生が結構いるので、もしかしたらバーリは住みやすいかもしれないですね。街の雰囲気がいいわ。これは予想外でしたね。空港へのアクセスもいいし、 LCC もかなり飛ぶようになってるし、まあ高速バス、空港、いろんな意味で、まあ、空港までも電車で15分20分なんですよね、まあ、なんでかなり交通の便がいいのと、ね、あとはここでレストラン、ちょっと昼までいないので、あ、食がねまずいってことはないと思うんで、まあ、魚介がね有名でしょうし、 海沿いですからね、魚介は食べれるでしょうし、まあ、かなりいい街だな、こんないい街だったんだっていう、そういう驚きです。バーリでした。